玄関出て連れて行かれてる時にバーッと親が走ってきて、あんた全部言ってきなさいよ、自分の罪全部吐いてこいって。うーん、今まで当たり前だった景色が、うん、こんなにもありがたいんやって、うんうんうん、もうちょっとこう草とかに触っても感動してました。ああ、利権とか北斗とか警棒とか、はい、みんなやっぱある程度武器全員持って、はい、30人ぐらいで一つの学校締めに行ったんですよね、うん、はい。僕の場合は悪いことって分かってやってたんで、うん、やっぱちょっと胸は痛んでたんですよ。やりながらもちゃんと人の心はあったというか、うんうん、中には、はいはい、でもそうじゃないと生きていけなかったんですよね、うんうん、周りにお前ビビッとっていう、うんうんうん、しょうもなみたいな、引くに引けないような状況が、そういうことです、うん、でやっぱまあ僕が弱かっただけなんですけど、うんうん、やっぱそうせざるを得なかった状況にどんどん飲み込まれていって、うんうん、で結果どうせやらないけんになったら、うん、とことんやっちゃろうって思ったことが、うんうん、決めちゃったんです。そうですそうですそうです。ビビってね死っていうのをやっぱみんなにも見せつけたかったし、多分アピールしたかったんでしょうね、うん、俺は悪いんだぞっていうのを。え、捕まった時の親の反応とかどんな感じだったんですか。もう全部吐いてきなさいよっていう一言でしたね。で親の前では手錠かけないんで、うんうんうん、玄関出て連れて行かれてる時にバーッと親が走ってきて、あんた全部言ってきなさいよ、自分の罪全部吐いてこいって。なるほどなるほど。反省しなさいっていうのもあったんでしょうけど、一旦リセットしなさいってことだったんですよね。なるほどなるほど。え、面会とかはあるんですか。月に1回しかダメなんです。あ、じゃあその時にお母さんが来てくれてみたいな。そうです、そうです、まあ、ずっと泣いてましたね。いや、そうですよね。でそこで心に決めたんですよ、もうやめた、悪いことは絶対にせんとこ、うん、悲しましちゃいけんな、うん、どっかでやっぱやめたかった自分もおったんですよ、うん、捕まる前から多分、うん、今思えばですね。で何歳の時に出てきたんですか。年齢で言うと16、高1ぐらい。そうですね、高校1年生の真ん中ぐらい、うんうんうん、夏とか。どんな心境だったんですか。もう、はい、じゃあ今日でお疲れ様ですってなった。ひとまず背伸びしましたよね。背伸び、はい、空に向かってはいはい、はい、出れたっていう、はいはい、でもう全部が新鮮なんですよ、うんうん、今まで当たり前だった景色が、うん、こんなにもありがたいんやって、うんうんうん、草とかに触っても感動してました。あー、そうなんだ。なんていうんですか、もう一つ一つがありがたいというか、はいはい、コンビニ行けるのももう遊園地いるみたいな。コンビニに行けるのもはい、はい、嬉しい。わ、なんか好きなもん買えるんやって、うんうん、好きなもの食べれるんやっていう、うん、もう感動でしたね全部。なんかよくあの刑務所から出てくる人とかが、はいはい、刑務所ってそのドアを自分で開けちゃいけないから開けてもらうのを待つっていうんで、はい、なんかドアがあるとそこの前に立って開けてもらうのを待っちゃうみたいな癖がなかなか取れないって聞いたんですけど、少年はそういうんじゃないんですか。ドアは自分で開けたり出たり、まあ、基本はですね、まあ、その鍵がついてるドアは、うん、そのやっぱ先生がガチャッとして入れるっていうんですけど、まあ、面会とかなんかそういう普通の扉とかはもうポンポンってして、うん、はい、入りますって言って礼して閉めてっていう。出てきてまず一番これにやろうというか、こうもう出るおそらく 2,3 週間とか1ヶ月前からもうワクワクしてるわけじゃないですか、はいはいはい、でもいつ出るかは教えてくれないんで。あ、教えてくれないんだ。で一生ドキドキしてます。今日かな今日かな今日かなって。あ、なるほど。それも長いんですよ。そうですよね、人生で一番長く感じる時間じゃないですか。そうですね。もう1時間が長く感じるぐらいな長さですね。もちろんです、もちろんです。で出た瞬間何しようと思ったんですか。ご飯食べ行きましたね。うーん、牛丼、牛丼、牛丼、吉野家じゃなかったけどなんか牛丼食べ行きました。牛丼食べたいって思ってそのふと、うん、別にずっと食べたかったわけじゃないんですけど、うんうん、感動ですよねそんな。いやー、こんなに牛丼って美味しいんやっていう最高でしたね。でそこからどうしたんですか。その高1の途中ぐらいの年齢で出てきて、でまあ、一応親孝行というか、うん、まあ、その学校行ってほしいっていうけ、 そしたらじゃあ高校は受けるよって言って、うんうん、
全く行く気はなかったんですけど、まあ、じゃあ編入試験みたいな。そうです、うんうん、で受かった。地域でも一番下から2番目ぐらいの、はいはいはい、一番下かもしれなかったです、うんうん、のとこを受けて、で、まあ、一応受かったんです、うんうん、でそこちょっと名前だけ書いたら受かったんですよ。本当になるほどなるほど。名前だけ書ければ、まあ、受かる。あと、まあ、態度で受かって、最初の3ヶ月ぐらいかなはちゃんと言ってたんですけど、これを学んで俺今後何か意味があるんかなって思い出して、ほうほう、学校の授業に対して、はい、初めてちゃんと受けてたんですよ。小学校5年生ぐらいまではちゃんと学校行ってたんですけど、うん、もう6年から中学校3年生まではもう何も授業なんかほぼ受けたことないに等しかったんで、うん、初めてちょっと勉強というか、うん、ノートを取ってたんですけど、うん、これ俺将来役立たんなと思ったんですよ、書いてる途中、うんうん、あ、じゃあそのまま大学に行こうっていう考えはなかったんですね。全くなかったですね、うんうんうん、高校もちょっとやっぱ親のためにちょっと行かなきゃいけんかなって思って行ってたんで、うんうんうん、で結局人間で怖いもんですよね、うん、3ヶ月ぐらいしたら次また当たり前になるんですよ、この環境が。はい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 。まあでもその辺の普通の少年院に入ってない普通の人たちよりは一つ一つに対しての感謝とか、うん、あの新鮮さっていうのはずっと持ってたんですけど、うんうんうん、あの時の感動は薄れてくるわけですよ、はいはい、データとか、うん、草触っただけで嬉しいとか、うん、牛丼うめえとかがどんどんなくなってって、これちょっと意味ないなと思って、うんうん、学校行ってこれを学んだところで、うん、じゃあどうしようかってなった時に、うん、知り合いの電気屋さんとかでちょっと働いたんですけど、労力と金額が見合わんなって思いました、うん、なるほどなるほど。欲張りなんでしょうね、はい、いろいろ気づいちゃうんですね、はいはい、こんだけ俺一生懸命この仕事に対して頑張ってるのに給料こんだけっていうのに衝撃すぎて、うん、やったらやった分だけもらえる仕事したい。じゃあ時給では時給時間換算ではなくて、そのアウトプットの、まあ、成果に対しての報酬をもらえるような仕事をしたい。そうですそうです、うんうんうん、どんだけ頑張っても給料変わらないじゃないですか、うんうん、やったらこんだけの思いでこの仕事しようことを認めてもらったりとか、うんうんうん、こんだけ自分自身が頑張りようことを結果に出したのが、うんうん、給料として返ってくる仕事って何かなって思った時にホストだったんですよ。ああ、そこから始まったんですね、はい、中学校のやんちゃ時代なんですけど、はい、その中でこんなことをしちゃったみたいな、お話があれば。そうですね、まあ、思い出深いので言えば、はい、今ちょうど東京リベンジャーズ流行ってるじゃないですか、はいはい、団体同士の殴り合いの喧嘩みたいなシーンとかあるじゃないですか、はい、あれ見て、あ、懐かしいなって思ってちょっとパッと今思い出したというか、はい、覚えてる話なんですけど、いろんな北九州の学校がもう一つになったって言ったじゃないですか、はい、うんうん、そんなうまく一つになるわけじゃない、うん、ないでしょう、うん、やっぱどこにも番長なんで、うん、やっぱり最初喧嘩になるんですよ、うんうん、やっぱ俺たちも俺たちね、4つぐらいの学校のトップというか、うんうん、その学校の中でも一番上に立ってた学校の中の一応リーダーいたんで、うん、まあ、2番手3番手ぐらいでいつも動いてたんですけど、うんうん、あそこの中学校が調子乗っとるぞと、ほう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 、とかこの前ゲーセンで絡まれたらしいとか、うんうんうん、って噂聞いたら暇なんで行こうかってなるんですよ、はいはいはい、次の日行こうって、まあ、乗り込むんですけど、うん、こっちも準備して乗り込むんでかっこ悪い話なんですけど、うん、こうメリケンとか北東とか警棒とか、はい、みんなやっぱある程度武器全員持って、はい、30人ぐらいで一つの学校締めに行ったんですよね、はい、たらもう先生たちもブワー出てきたりして、うんうん、まあ、一旦ちょっとはけようかって言ってはけて、で結局向こうの学校もそのやっぱ自分たちの立場やったりとか、うん、守らなきゃいけないものもあるじゃないですか、うん、あっちはあっちで、うん、だけど向こうもバーってできて、である公園で、はいはい、本当にあのちょっと東京リベンジャーズみたいな集合になって、まあ睨み合いから、うん、で番長同士がおいみたいなで話してやろうかっていう時にちょうど警察来て、はいはい、やっぱその通報されたんですよね、うん、でそっから全員走って逃げて、うん、実際の喧嘩は行われなかったんですけど、うんうん、まあその時もその時でまた捕まったんですけど、その狂気準備集合罪っていう罪があるんですけど、うん、もうその武器持って集まったっていう、うんうんうん、とかですね、まあ、あと夜鬼ごっこして、うん、結局マンションとかで鬼ごっこするんで、マンションで鬼ごっこ、そうです、で、はい、通報されて、はい、本当にあの鬼ごっこが次軽泥になったりとか本当のトロッキーになるわけですね、はい、
Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always welcome on the wild side.